はい皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足ボリンジャーバンド1目均衡表、トレンドはありません。ストーキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、2時間足ベース、底堅く推移と考えております。それではテクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 はい、二次間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線直近では真横を向いておりますそんな中ローソク発射といいますと21本移動平均線上抜けトライ中ということで二次間足ボリンジャーバンドトレンドレスということです二次関市ストキャスティックス買いシグナルが点灯、はい、二次間足の一目均衡表もローソク発色もの位置関係から明確なトレンドは出ておりませんはい、それでは他の時間軸のチャート形状を見ていきたいと思いますまずは冷やしのボリンジャーバンドは上昇トレンド進行中スト ススキャスティックス売りシグナルが点灯です。はい、こちら、8時間足ボリンジャーバンド上昇、トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯。はい、4時間足ボリンジャーバンドトレンドレス、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯。はい、こちら、60分足ボリンジャーバンドトレンドレス、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯。はい、30分足ボリンジャーバンドトレンドレス、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯。 はい最後15分足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということですはいそれで本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですサポートラインは94円の5万レベル94円の5万レベルと考えておりますはい続きましてレジスタンスラインですレジスタンスラインは95円の5万レベル95円の5万レベルと考えております はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういういことでオーストラリアドル円本日ロンドン市場の予想レンジです。 です。はい、九十四円の五万レベルから九十五円の五万レベル、九十四円の五万レベルから九十五円の五万レベルということです。ポイントです。買いシグナルが転倒、底堅く薄いということで、はい、二時間足ボリンジャーバンド一目金五日トレンドレス二時間足ストキャスティックス買いシグナルが転倒ということで、オーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には底堅く薄いと考えております。オーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には。 堅く推移と考えております。 はい続きまして板情報ということで外貨ネクストネオのお客様の板情報ということですまずは売り注文からですはい95円の2095円の2595円の40あと95円の50に、はい、売り注文溜まってきております続きましてストップ注文なんですけど95円の55に溜まってきておりますはい続きまして買い注文ですはい95円ちょうど94円の95 94円の90、または94円の65、94円の60に、いポジションがたまってきております。続きまして、ストップ注文なんですけれども、そんなにたまってはおりませんが、94円の90、75、70に、えー、見られます、少し、はい。お取引をされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタンンチャンネル登録よろししくお願いいたしまます。す。本日は以上となります